ねえマリサ、タングラムって知ってる？タングラムって、正方形をいくつかに切り分けたピースを使って、別の図形を作るパズルか？そう、それそれ。あのパズル、すごく難しくない？どうしても解けないし、最初入っていた箱にも戻せなくなっちゃって、半泣きになったわ。タングラムあるあるにハマってるな。じゃあ霊夢、数学の定理の中に、タングラムによく似たものがあるのを知っているか？え、図形をバラバラにして組み替える、みたいな話ってこと？その通りだ。ボヤイの定理といって、図形を切って組み直せば、どんな図形にも組み替えることができる、ということを示した定理なんだぜ。へえ、どんな図形でもいいなんて、すごいわね。じゃあ今日は、ボヤイの定理について、詳しく解説してみよう。お願いします。ではまず、ボヤイの定理の内容を詳しく説明していくぜ。ボヤイの定理は、面積の等しい2つの多角形 A、B が存在したとき、A を有限界分割して組み直すことで、B と合同な図形を作ることができる、という定理だ。有限界分割して組み直すって、私たちの好きに切り分けていいってこと？その通りだぜ。例えば、この2つの多角形について考えたとき、この2つの多角形の面積が同じなら、左の図形をちょきちょき切り分けて組み替えれば、必ず右の図形を作ることができるんだ。へえ、すごいわね。そして、このボヤイの定理の面白いところは、二つの多角形がどんな形であっても、面積が等しければ成立するということだぜ。それ、本当にどんなへんてこな多角形でもいいの？ OK だ。こんな形でもいいの？ああ、大丈夫だぜ。けど、面積さえ等しければどんな多角形でもいいって、そんなにはっきり言い切っちゃって大丈夫なの？ちょっと信じがたいんだけど。確かに、にわかには信じがたいよな。だが、その証明は意外とシンプルなんだ。え、本当に？実際に今から、証明をやってみよう。私、中学校の時から、証明ってすごく苦手だったんだけど、大丈夫かしら？じゃあ、そんな霊夢のために、段階を追って丁寧に進めていくぜ。ありがとう、頑張るわ。ではまず、ボヤイの定理の正しさを証明するために、何を証明すべきかを考えてみよう。まず、ここで使う2つの多角形は、面積が等しければ、どんな多角形でもいい。だが、面積が等しい多角形なんて、無数に存在するよな。確かにそうよね。そんな果てしない量をどうやって証明するのかしら。正直、すでに気が遠くなってきたんだけど。気をしっかり持つんだ、霊夢。まあ確かに、無数にある多角形について、それぞれの場合を個別で証明するなんて、不可能だ。そこで、少し視点を変えてみよう。例えば霊夢、A イコール C で、かつ B イコール C が成立するとすると、A と B の関係はどうなる？A も B も C と等しいんだから、A イコール B が言えるはずだわ。正解だ。これを、今回の内容に応用していくぜ。まず登場するのは、面積が等しい2つの多角形、A、B だ。片方の図形を分割して、もう片方の図形に組み替えるのよね。ああ、そうだ。だが、ここで少し視点を変えてみよう。多角形 A から多角形 B に組み替える際に、A から直接 B に組み替えるのではなく、A と B それぞれを変形して、共通の図形 C に変形させることを考える。なるほど、どちらも図形 C に変形できるなら、C を経由して、A から B に組み替えることもできる、ということね。その通りだ。そして、このわかりやすい図形 C の正体は、正方形なんだぜ。つまり、多角形 A と B を、一度正方形に組み替えるということ？そうなんだ。多角形 A と B の面積は同じだから、そこから作ることができる正方形は、全く同じ図形になる。確かにそうね。そしてもし、どんな多角形であっても分割して正方形に組み替えることが可能ならば、どんな多角形からスタートしたとしても、正方形を一度経由することで、目的の多角形に組み替えることが言えるわけだ。へえ、面白い発想ね。つまり、ボヤイの定理の証明は、どんな多角形でも同じ面積の正方形に組み替えることができる、ことを証明すれば、十分ということになるんだ。すごくシンプルになったわね。最初は果てしなく感じてどうしようかと思ったけど、これならまだ頑張れそうだわ。よかったぜ。では、ここからは、どんな多角形でも同じ面積の正方形に組み替えることができる、ことを、証明していこう。これはどう考えていけばいいの？全部で4つのステップに分けて進めていくぞ。まずは、最初のステップだ。多角形を複数の三角形に分割していくぜ。三角形に？そうだ。多角形であれば、必ず頂点が存在するよな。この頂点を結んでいけば、どんな多角形でも必ず複数の三角形に分割できるというわけだぜ。確かにそうね。つまり、多角形ならば必ず、複数の三角形に分割できるというわけだな。この三角形のピースを組み替えて、最終的に大きな正方形を作っていくことになるわけだ。三角形をそれぞれ細工していくわけね。そうだぜ。では、二つ目のステップに入っていこう。ここからは、この三角形を長方形に組み替えられるか、について考えていくぜ。そのためにも、三角形のピースのうちの一つに着目する。この三角形のある二辺に注目し、それぞれの中点を考える。この中点を通る直線で、この三角形を分割しよう。
じゃあ霊夢、この辺とこの辺の長さはどんな関係になる？辺の中点で分割しているから、同じ長さになるはずだわ。正解だぜ。同様に、この二つの辺も、同じ長さになる。そして、この頂点から底辺に向かって引いた垂線で、この三角形を分割しよう。上の小さい三角形が二つになったわね。ではここで、この中点を通る直線を延長し、その直線に対して、このように三角形の頂点から垂線を引いてみよう。するとここに、二つの直角三角形ができるよな。確かにそうね。この三角形と、この三角形は、この辺の長さが等しい。さらに、この二つの角は、対頂角で等しくなる。うわ、ちょっとこれ、三角形の合同証明じゃない。私、これ昔から嫌いなのよ。あ、アレルギーが発症した。しかも今回は、こことここが直角だから、直角三角形の合同証明だぜ。直角三角形の斜辺と他の鋭角がそれぞれ等しいから、この二つの三角形は合同になるはずだ。なるほど、なんとなくだけど、わかった気がするわ。同様に、この二つの三角形も合同になるから、この分割した二つの三角形は、それぞれこのように移動させることができる。そっか、合同だから、ひっくり返したり回転させたりすると、ぴったり重なるのね。そうだぜ。そして今、ここの角度は直角だから。あ、三角形が長方形に組み替わったわ。その通りだ。つまり、どんな三角形も、同じ面積を持つ長方形に組み替えることができる、というわけだぜ。なるほど、うまくはまって気持ちいいわね。そうだよな。ここまでで、多角形はすべて、複数の長方形のピースに分割できることがわかった。複数の三角形に分けた多角形が、こうなるわけだな。随分、シンプルになったわね。次は、三つ目のステップに入ろう。これらの長方形のピースを、正方形のピースに組み替えることができるか？について考えていくぜ。つまり、どんな長方形も、同じ面積の正方形に組み替えられることを証明したい、ってこと？おっしゃる通りだ。まず、長方形の辺をそれぞれ、A、B と置く。長方形の面積が AB になるから、この長方形と同じ面積を持つ正方形に組み替えるとき、正方形の面積も AB となる。じゃあ霊夢、正方形の一辺の長さはどうなる？同じ長さの辺をかけて AB になるから、一辺はルート AB かしら。正解だぜ。一辺がルート AB の正方形をこのように図示したとき、このように線を引いてみよう。このとき、この長さはどうなる？長方形の横の長さが A で、正方形の一辺がルート AB だから、A- ルート AB？ そうだぜ。この部分の長さも、長方形の縦の長さが B だから、ルート AB-B になるわけだ。なるほど、そうよね。この図形において、正方形の角は90度であること。この角度が共通なことを踏まえると、この三角形と、この三角形は、相似の関係だよな。うわ、今度は相似の証明じゃない。いや、証明関係は漏れなくアレルギーが出るんだな。まあ、今はこの二つの三角形が相似だとわかればそれで OK だぜ。この二つの三角形は相似の関係だから、相似比を利用すると、この部分の長さを求められる。長さを X と置くと、このように、対応する辺の比率で比例式を立てることができ、これを計算すると、X イコールルート AB-B、という値が得られるぜ。あれ、この数字って、この部分の長さと同じなのね。そうなんだ。これは後で使うから、よく覚えておいてくれ。では次に、この部分の長さを求めよう。この辺とこの辺が平行だから、平行線の錯角が等しいため、この二つの角度が等しくなる。そして、この角が共通だから。あ、なんだか読めてきたわ。また相似の証明ね。察しがいいじゃないか。二つの角度が等しいことから、この三角形と、この三角形は、相似の関係になるんだ。ここまで短時間で何回も出てくると、さすがにちょっと慣れてきたわ。いいことだぜ。さて、この辺の長さを Y と置き、対応する辺の比率で比例式を立てると、こうなるぜ。これを計算すると、Y イコール A-ルート AB になるんだ。あ、これって、そうだ、この二つの直角三角形の、二辺の長さが一致しているんだぜ。三平方の定理より、斜辺も一致することは明らかだ。ということは、つまり、三つの辺が等しいから、この二つの三角形が、合同になるのね。大正解だ、やるじゃないか霊夢。今更ながら、ちょっとコツが分かってきたわ。この漢字を少しでも中学生の時に出せていれば、今分かったなら OK、ということにしておこう。とにかく、この二つの三角形が合同だから、この三角形は、こっちに移動させることができるわけだな。なるほどね。次は、この二つの三角形だ。この辺の長さは、A から A-ルート AB を引くから、ルート AB。さらに、この長さは、ルート AB からルート AB-B を引くから、B になる。あ、これもさっきと同じパターンなのね。そう、合同なんだ。つまり、この三角形をこっちに移動させることができる。このことから、どんな長方形も、同じ面積の正方形に組み替えられることが言えるわけだな。なるほどね。けどマリサ、ちょっと気になったんだけど、例えば、ここに線を引いた時に、こんな感じになってしまったら、どうしたらいいの？おお、いい質問だな。え、そう？
私、覚醒してきたかしら。突然調子に乗り始めたな。確かにこうなってしまうと、ルート AB-B よりも、B の方が小さくなってしまい、一見、さっきの議論が通用しないように思えるよな。そうよね。じゃあ、この状況がどんな時に起こるのかを考えていくぜ。ルート AB-B 大なり B、となる時だから、これを整理すると、A 大なり 4B、の時だとわかる。A の長さが B の4倍より大きい時、ってことかしら。そうだ。そんな時は、この長方形を、ここで半分に切って、上に乗せて考えるんだ。すると、それぞれの辺の長さがこのような長方形になる。そっか、好きなだけ分割して移動させていいんだったわね。そうだぜ。これを繰り返して、長い辺の長さが短い辺の長さの4倍より小さくなるまで繰り返す。そうすれば、最初の議論に持ち込めるってわけだ。なるほど、何度でも分割していいルールをうまく使うわけね。さあ、これで、どんな長方形も、同じ面積の正方形に組み替えられることが証明できた。これによって、すべての多角形は、複数の正方形のピースに分割できることが言えたわけだ。かなりシンプルになってきたわ。さあ、次で最後のステップだぜ。最後の証明は何をすればいいの？最後は、二つの正方形はその二つの正方形の面積の和と、同じ面積を持つ正方形に組み直せる、ことを証明するぞ。え、二つの正方形って限定しちゃっていいの？もし、分割した正方形のピースが奇数個だったら、うまくいかないんじゃない？もっともな感想だが、心配いらないぜ。例えば、この図を見てくれ。合計5つの正方形のピースがあったとして、まずこの2つのピースを組み直して大きな正方形にすると、4つの正方形のピースになるよな。あ、本当だわ。次に、この2つの正方形を大きな正方形に組み直せば、残るのは正方形のピースが3つだ。これを順番に、繰り返していけば、すごい、最後は大きな1つの正方形になるのね。このように、正方形のピースが何個あったとしても、二つずつピックアップして、正方形に組み直していけば、最後には大きな一つの正方形を作ることができるわけだ。なるほど、これはすごいわね。では、実際に証明していこう。まず、このように、一辺が A と B の正方形を横に並べる。A の方が B よりも大きい値とするとき、A 側から B の長さを取って、このような線を引くぞ。すると、この長さはどうなる？全体の長さが A プラス B だから、そこから B を引くと、A かしら？正解だ。つまりこの二つの三角形は、長さ A と B の辺が直角に交わった、合同な直角三角形ということなんだぜ。本当ね。次に、この二つの直角三角形を組み替えていくぞ。例えば、この一辺の長さは A なので、この三角形をこのようにくっつけることができる。青い三角形をスライドさせただけなので、この部分の角度は90度になることがわかるぜ。すごくうまくくっついたわね。さらに、右側のこの一辺の長さは B であり、この部分の長さは A であることがわかる。どうして A になるの？この部分の長さが A であり、移動してきた三角形のこの辺の長さが B であるから、この辺の長さの合計が A プラス B になるんだ。そこから、この辺の長さの B を引くから。あ、なるほど、残ったこの部分の長さが A になるのね。その通りだぜ。つまり、ここの部分にこの三角形をぴったり移動させることができるわけだ。わぁ、綺麗な四角形になったわ。そうなんだ。この四角形の一辺の長さは、この直角三角形の斜辺の長さに相当する。この辺の長さは、三平方の定理を使って求めることができるぞ。A の20プラス B の20イコール C の20ってやつよね。覚えてるわ。おお、まさか覚えているとは驚いたぜ。ちょっと、何よその反応は。あくまで嫌いだったのは証明問題なのよ。それは失礼したぜ。今回の場合、この三角形に三平方の定理を使うと、斜辺の長さはこうなるぜ。つまり、この四角形の一辺の長さは全て同じ長さ、ということだな。すべての辺の長さが同じ四角形ということは、正方形と言っていいの？それだけだとひし形である可能性もある。だが今回は、この部分の角度が90度であることがわかっているから、この四角形は正方形だと断言できるぜ。なるほどね。これで、二つの正方形はその二つの正方形の面積の和と、同じ面積を持つ正方形に組み直せる、ことが証明できたわけだ。あとは、これを繰り返していけば、複数の正方形のピースを順番に組み替えて、一つの大きな正方形に組み替えることができる。というわけだ。すごい、とうとう一つの正方形にたどり着いたわね。途中、何度も嫌になりそうになったけど、よく頑張ったわ、私。最後に、ここまでの道のりをまとめるぜ。まず、すべての多角形は複数の三角形のピースに分けることができる。そして、すべての三角形は同じ面積の長方形に組み替えることができることを示した。これで、すべての多角形は、複数の長方形のピースに分割できることが言えたのよね。そうだ。さらにその複数の長方形のピースは、すべて正方形のピースに組み替えることが可能だった。そして、二つの正方形は、その二つの正方形の面積の和と、同じ面積を持つ正方形に組み直せるから、
これを繰り返していけば、いつか一つの大きな正方形にたどり着けるわけね。そういうことだぜ。これで、すべての多角形は、面積が同じ正方形に分割して組み直すことができることが示せた。よって、ボヤイの定理が証明できた、というわけだ。すべての多角形でこれが言えるから、正方形を経由すれば、どんな多角形も、面積が等しい他の多角形に分割して組み替え可能、ということだな。なるほどね、とても納得できたわ。霊夢にそう言ってもらえてよかったぜ。さて、このボヤイの定理だが、実は、3次元バージョンが存在するんだ。え、3次元にしちゃうの？そうだぜ。これは、ドイツ人数学者、ダフィット・ヒルベルトにより取りまとめられた、23の数学の未解決問題の一つで、ヒルベルトの第3問題と呼ばれているんだ。ナンバリングされた23の未解決問題って、なんだか妙にそそられるものがあるわね。決してミステリー小説の設定とかではないぜ。具体的に言語化すると、同じ体積の多面体が2つあった時、一方を有限個の多面体に切断して組み替えることで、他方を作ることは常に可能か？という問いになる。うん、2次元でも結構工夫が必要だったのに、3次元になっちゃって、もうどうしていいのやら。そうだよな。だがこの問題は、ヒルベルトの弟子のデインによって、否定的に解決されることになる。否定的に解決？つまり、すべての多面体において可能ではない、という結論が証明された、ということだぜ。組み替えが可能な場合もあるが、可能ではない多面体も存在する、ということだな。どんな多面体でも、100% 可能と言い切れなかった、ということなのね。その通りだぜ。こう考えると、100% 可能と言い切ることができた、ボヤイの定理の凄さを改めて感じるわ。今回は、ボヤイの定理について解説してきたけど、どうだった？図形を切って組み替えていくのは、なんだかパズルみたいで面白かったわ。けど、苦手な証明が乱発したことに関しては、ぼやきたいところよ。ボヤイの定理だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。多角形を切って組み替えてみたくなった人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。